速報、アーセナル圧倒的大勝利。イングリッシュプレミアリーグ第7節延期分のアーセナル VS エバートンが行われ、 4-0 でアーセナルが勝利した。ベンチスタートとなった日本代表ディフェンダー冨安健洋は出番がなかった。クリーンシートナイス。いやー素晴らしい。これで勝ち点差5。終わってみれば全員素晴らしい最高のゲームだったな。これでエバートン相手に100勝目。イングランドでは史上初らしい。本来はめっちゃ相性いいんよな。ここで出番なかったってことはボーンマス戦冨安スタメンじゃね。ジョルジもいいけどトーマスはやっぱり一つ上の選手だな。プレースタイルの違うアンカーが2人いるのいいな。前半35分まで相当きつかったけど結果圧勝だったね。後半トーマス入ってからはエバートンのプレスも緩くなってワンサイドゲームだった。 MOM はサカ時点でマルト腕後手、個人的にはトロとても良かった。ティアニーにジンチェンコの役割やらせるの違和感しかないわ。ティアニーは体格フィードが良かったな。あれくらいしか偽サイドバックやるとき良さ出ないな。サカはマジで頼りになるな。今日は MOM はサカに与えたいが、個人的にはトーマスが落ち着きをもたらしたのでかかった。やたら批判されがちなジンチェンコは今日めちゃくちゃ良かったな。トーマスの守備範囲の広さはやっぱすごいわ。マルティネッリも復調してきたな。トロサールが上手いだけだと思う。レンリと動線かぶらないし、プレスは連動してるし。今日はビエイラ良かったな。最後の精度をもう少し高めてほしいけど。トロサール冬補強でこれだけチームに流動性もたらせるの優秀すぎる。トロサールとジョルジーニョの冬のムーブ噛みすぎたわな。こっからジェズス復帰だし、総力戦で優勝勝ち取るぞ。お疲れ様。週末も期待してるぞ。